こんにちは、サガドロックとの力が好きなスピリチュアルさんのライドと申します。ベストヒットライドです。2019年に公開されたキングダムですね。原康久さんによる大ヒットコミックの実写版。まあなんかどうなんですかね、こう実写版不可能みたいな感じで言われてたみたいな話は聞くんですけど、僕あのコミックの方は全然詳しくないんですけど、ただこの前そのテレビでこれやっててすごい話題になったじゃないですか。僕もそれをテレビでやってたのを録画して見たんですよ。まあ、率直な意見としてめちゃくちゃ面白かったなと思って、なんかこう満足度がすごいある映画だなと思って、主役はシンっていう男ですよね。のし上がっていく天下の大将軍になってやるんだぜっていうちょっと破天荒な男の子の役が山崎賢人くんですよね。で、その相方ですよね。相方で一緒に育てたのが、一応、なんか、王室に行くんだけど、殺されちゃったと。死んじゃったと。で、それとそっくりな王様ですよ。秦王国ですかね。中国のね。の王様、永世って言うんですよね。永世っていう王様。要はその王様と、王様の兄貴と弟の争いみたいな感じの戦いなんですね。で、その、永世の役は吉沢亮くんですよね。で、その、永世と秦がこう、タッグを組むみたいな感じになるんですね。で、その仲間として、なんか、意外性のある女の子の天ですね。フクロウの着ぐるみみたいなのを着て戦うみたいな、ちょっと変わったっていうか、まあ、愛くるしい感じの、かなりいいポイントでいるみたいな仲間。橋本環奈ちゃんなんですよ。で、まあもちろん見てる人はね、もう全然分かってると思うけど、僕は初めてだったんで面白かったんで、今説明してるんですけどね。で、それで、永世の弟のが、裏切ってじゃないけど、こう、帝国を作ってるわけですよ。それが、本郷奏多くんがやってるんですよね。で、そこと戦うみたいなお話だったんですけど、僕はでもね、今回見れなかったんだけど、見れなかったっていうか、この占いでは出てこないんですけど、一番あん中でいいなと思ったのは山の王をやってる長澤まさみさんなんですよね。長澤まさみさんはね、すごい綺麗でした。なんか、今まで見てるいろんな長澤まさみさんと全然イメージがまた違って、なんかこう、神々しいというか、かっこいいというか、あれは良かったなと思って、なんかすごく感動したんですよね。だから、自作がね、次の作品がまた早く見たくなったっていう久々にそんな感じの映画だったんですよ、キングダムは。まあまあそんな話の流れからですよ。キングダムに出演してる主要の3人。橋本環奈ちゃんを筆頭に山崎賢人くんと吉沢亮くん、どっちが相性いいんだろうっていうのをちょっと勝手に占ったっていうそんなお話なんです。全一回見てるんですよね。だからまあ過去のやつを見て、過去の動画の動画を見てもらえれば内容わかるんですけど、まあとにかく橋本環奈ちゃんは1999年の2月3日生まれと。で、まあ前に見てます。まあ性癖から言うと、橋本環奈ちゃんはド M ですね。奉仕する感じの人です。ご奉仕が好きみたいな感じですね。で、山崎賢人くんは1994年の9月7日生まれ。で、まあ、山崎くんも前見たんで、中身は過去のやつを見てもらえれば。で、山崎賢人くんの性癖なんです。この人はね、ムッツリスケベですね。妄想で、妄想をいろいろするみたいな。でも実際は恥ずかしくて、その実力のほとんど出せないで終わるみたいな感じの性癖ですね。カンナちゃんと山崎賢人くんの相性はものすごくいいですね。で、まあ、もともと山崎賢人くんってのはプライド高い人ですね。まあまあ、なんだろう、こう、頭がいいわけですよ。なので、その分プライドも高い。そのプライドの高さを、カンナちゃんはすごくいい感じに持ち上げれるというか、支えれるっていう相性なので、この二人の相性はいいです。吉沢亮くん、1994年2月1日生まれですね。この人も以前見ました。なので、過去の動画見てもらえば。
で、吉沢亮くんの性癖なんですけど、この人は、ちょっとね、ちょっとアブノーマルですね。変態チックな遊びが好きかもしれないですね。で、橋本環奈ちゃんと吉沢亮くんの相性なんですけど、相性は、これまたすごいいいです。めちゃくちゃ相性いいです。ね、華やかなんですよ。吉沢亮くんは。で、ものすごい華やかな、派手感じ。派手な生活を好きみたいな感じなんだけど、カンナちゃんは逆で結構地味なんですよね。地味で保守的な性格だから真逆なんですよ。で、真逆な分だけちょっとこの二人はバランスがいい真逆さなので、相性がいいです。まあそんな感じでちょっとこの前見たキングダムで、ちょっと僕感動したんで、それに出てる主要メンバーの相性とかを見てみた。そんなお話でした。ということで、またチャンネル登録なんかの方をしてですね、こういうお話ばっかが多いんで、ぜひぜひ楽しみにしていただける方は楽しみにして待ってくってください。毎日毎日アップしてますんで、よろしくお願いします。それではチャンネル登録のよろしくお願いします。